イカグ神社は、滋賀県長浜市木本町大戸にある神社。式内社で、旧社格は、県社。神門は、上藤。古北随一の名社と称される。2月24日に、行いが模様される。大見国風土器一文中の羽衣伝説に、登場する、イカ型ナビと同一であるといい、五国宝上の新徳を有すという。上古、当地が、 未開の小承地であった頃、祭人が来て開拓し、その後子孫を守護するために鎮座したといい、天武天皇の白宝十年以前に子孫である、イカスクネユタカーツが社殿を建立したという、上岸元年に十五以上、君八頭から十四位下に少女され、同八年には十四以上に上り、縁起のせいで、明神大社に列した。社殿によれば、官平七年に、 菅原道真が、ホッケ業や根校名業を出社して治め、同時に、小一くらい、訓一等大社大名人、混合各院菩薩の直学が可視されたという。その後、足利高氏が二百国の車両を寄せて、正月、五月、九月の各十八日に祈祷を行うよう依頼し、浅石も祈祷を加えたが、静ヶ岳の戦いの陛下にかかって、社殿、小記録を消失。 車両も没収された。明治8年号車に列車、同32年権車に昇格、同40年には、新鮮兵白領とも新神社に指定された。経代車境会社、ありがとうございます。